はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。動画で身につくクラシックギター上達テクニック、僕のね監修している本、僕の方にも注文が、たくさん来ています。ありがとうございます。もうちょっと発送まではね、もう少しお待ちください。で、付録じゃない、あの9月30日までに、僕の方にね直接申し込んでくれた方に、坂井ギタースクールオリジナルしおりをプレゼントっていうことでね、今ちょっとずつ作ってるんですけど、なんかねこんな感じのしおりをランダムでねちょっとお届けしようと思います。坂井ギタースクールっていう、まあこれ手作りなんですけど、これねあれなんですよ、あの別にこうただ印刷したるものをラミネートしてるっていうんじゃなくて、これ切り絵みたいな感じでこうくり抜いてあるんですよね。でそれをもう一枚別な紙と挟んで、でそれを、ラミネートしてみたいな、なんかそんな感じのね作ってるんですよね。ちょっと結構気に入ってるんですよねこれ、こんな感じのカットされたまず紙を作ります。これね、でこれを、別なねこうピッとこういう風にやるみたいな、あとはなんかこうフィルム的なねちょっと透けるような感じのにしたりとかね、こんな感じ、まあまあ手間かかってるんですよね。でちょっといろんなタイプがあるんで、どれが届くかはついてからのお楽しみということ。これ以外にもいろんな色の組み合わせとかありますけどね、はい、ということでこんなオリジナルしおりを準備しています。で、まあ、9月30日までにね僕の方に直接、ご注文いただいた方皆さんに送ります。で、説明欄に、動画の説明欄にねオーダーフォーム用意してますんで、まだね半月近くあるんで、半月以上、あるんでお待ちしております。で Amazon の方でも今ね結構いい感じで、クラシック部門かな、クラシックギター部門かなんかの、売れ筋ランキングは今1位、1位を獲得している感じです。売れ筋ランキング、クラシックギターの楽譜スコア音楽書の売れ筋ランキング、現在1位、新着ランキングも1位、欲しいものランキング1位、人気ギフトランキングも1位、4部門で1位っていう感じでね、はい、いい感じで、予約が入ってるみたいです。で、これねまあちょっと別の動画でも言おうかなと思ってるんですけど、この結構ね周りで、いや私まだ初心者なんでちょっとこの本は早いかなっていう声が、結構あってでまあ僕もね最初のこうできましたっていうので、まあ、中級者がこう上級へ上がるにはみたいな、なんかそんな話はしたんですけど、結構ね考え方とか捉え方とか
そういう部分の話が多いんですね。でその教則本っていうんじゃなく、こうポイントポイントをこういろいろ言ってる本なんですよ。だからこう曲集でもないし、まあ一応参考フレみたいな感じで一曲まるまるっていうよりはその曲のここの部分みたいな感じで、載ってたりはするんですけど、楽譜ではないんですね、うん、こういう考え方でこの楽譜って読んでくよねとか、なんかそういう考え方を説明してたりとかいう感じです、うん、なので僕としてはね、むしろ初級者の方、これからギター始めますとか、まだギター始めて間もないですっていう人にこそ読んでほしいなと思います、うん、でまあ中級、まあ、何が中級なのって話ですけどね。である程度ギターやってるんだけど、今一つこのなんかもう一歩上に行けないんだよなっていう人たちは、やっぱり大体そういうね、最初に考えるべきこと、その考え方とか捉え方とか、そういう部分をしっかりと整理するっていうのが結構大事だったりすると思うんですよね。なのでそういうところを意識して、で改善していって、ああなんか一歩先に進めた、こうワンランク上にちょっと登れたみたいな、うん、そういう感じになるのかなと思ってたりします。でそういう考え方って、別に途中でねこう知るものじゃなくて、ギターを始めた時に意識すべきことなので、うん、もうむしろ これからギター始めます、ギター始めましたぐらいな、そういう時にこそ本当に読んでほしいなという本です。なんかテクニック的に難しいことをやる本ですとか、そういうこと、そういう本じゃないんですよね、うん、なので自分の意識を変えるための本っていう感じかな、どちらかというとね、うん、はい、ということで、もう本当これからギター始める人、まず読んでほしい。あの教則本は教則本で別にちゃんと使ってください。教則本じゃないんで、うん、教則本でもないし、曲集とかエチュード集とかそういう本じゃないんです、なんかちょっとねクラシックギター的には珍しいタイプの本かもしれないけど、うん、ちょっとねそういう感じなんですよ。なので、まあ初心者の方も中級者の人も、もう長年ずっとやってたけどなんかうまくなんないんだよねっていう人とか、うん、そういう人になんかこうあーみたいなヒントになるところがどっかにある、そんな本なのかなと僕は期待していますけどね、うん、まあまたちょっとね、まずサンプルみたいなのもね僕の手元に届いたら、ちょっとそれをペラッと僕もペラペラしながらちょっと動画で紹介したいなと思ってたりします。ということで9月30日までのお申し込みで、僕に直接申し込んでくれたら、頑張って手作りしてるこのオリジナルしおりがゲットできます。注文待ってます。